アレハンドロ・ダビドビッチ・ホキナは、スペイン・マラガ出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス35位、ダブルス213位。これまでに ATP ツアーで、シングルスの優勝はない。ダブルスでは1勝を挙げている。身長183センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。1999年に、 スペインのマラガで生まれた。父親はボクサーであり、スウェーデンとロシアの二重国籍である。母親はロシア人である。兄弟はいない。3歳の時に父親とテニスを始め、5歳になるとカラフローレスで練習を始め、やがてセラマールでマノーロルビアレスの指導を受けた。2009年からはホルヘアギーレに指導を受けている。U-12 スペイン選手権。 U-15 スペイン選手権で優勝し、17歳の時に U-18 スペイン選手権で優勝した。2016年にプロ転校すると ITF グレード1のカナダ国際ジュニアでは準決勝でフェリックス・オジェアリアシムを破り、決勝でリアム・カルアナを破って優勝した。2017年4月のバルセロナオープンで予選ワイルドカードをもらい、予選1回戦では ロベルト・カルバリエス・バエナに勝利したが、予選2回戦では、サンティアゴ・ヒラルドにフルセットで敗れた。全仏オープンジュニア男子シングルスでは準決勝で、アレクセイ・ポピリンに敗れた。ウィンブルドン選手権、ジュニア男子シングルスに、第8シードとして出場し、決勝でアクセル・ヘリエールに勝利して優勝した。2018年3月のポルトガルのキンタドラコで、 ITF フューチャーズ初優勝を飾った。ATP ツアーマスターズ戦のマドリードオープンでは予選ワイルドカードをもらったが予選1回戦でテイラー・フリッツに敗れた。7月のウィンブルドン選手権では予選2回戦でピーター・ポランスキーに敗れた。9月にポーランドのシチェチンチャレンジャーでは初めて決勝に進出したがギド・アンドレオシに敗れた。2019年全豪オープンでは 予選2回戦で、キマーコッペアンスに敗れた。2月に、タイのバンコクで開催された ATP チャレンジャーでは、決勝で、ジェームズ・ダックワースに敗れた。4月のハサン2世イグランプリでは予選を通過し、ATP ツアー本戦初出場。1回戦で、フィリップ・コール・シュライバーに敗れた。5月のミレニアム・エストリル・オープンでは、本戦1回戦で、テイラー・フリッツを2回戦で、 ジェレミー・シャルディを、準々決勝で、ガエル・モンフィスを破ったが、準決勝で、パブロ・クエバスに敗れた。全仏オープンでは、ラッキー・ルーザーとして本戦に出場し、グランドスラム本戦初出場を果たした。1回戦で、ジョーダン・トンプソンに敗れた。9月にジェノバチャレンジャーでは、決勝で、ロレンツ・ォ・ソネゴに敗れて、準優勝だった。9月に、スペインのセビリアチャレンジャーでは、 決勝で、ハウメ・ムナルを破り、ATP チャレンジャー大会初優勝を飾った。2020年全豪オープンでは1回戦で、ノルベルト・ゴンボスを破り、グランドスラム初勝利を挙げた。全米オープンでは2回戦で、第24シードのフベルト・フルカチを破るなど、4回戦まで、進出した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。ありがとうございます。